こんにちは。沖縄は何度来ても気持ちがいいね。カートに乗って楽をさせてもらったけど、80過ぎたんでさっきの2人みたいに走れないよ。30年前ならあの倍ぐらいのスピードで走ったけどね。今日は自分から立候補してピッチャー交代、知事交代ということで押しかけてきました。プロでない私が言うんだから当てになるのかならないのかわかりませんけど、政治の役割は2つあります。1つは国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。もう一つは、これが最も大事です。絶対に戦争をしないこと。私は小学校の頃、戦国少年でした。小学校、なんでゲートルを巻いて戦闘帽をかぶって竹槍持たされたのか、今振り返ると本当に少子千万です。もう二度とああいう経験は子どもたちに、子どもたちだけじゃない、大学生も雨の中を大勢の将来大事な大学生が戦地へ運ばれて、半数が帰ってこなかった。今の政府と本土の政府ですよ、中山知事は まさに戦争が起こること、起きること、戦争をすることを前提に沖縄を考えていた。前知事は
今最も危険な政権と手を結んだ。沖縄の人々を裏切り、公約を反故にして辺野古を売り渡した。古い映画だけど、仁義なき戦いに流れに言うと、仁義なき戦いの裏切り者の山盛り、覚えてらっしゃらない方もいるかな。覚えてるか。映画の最後で山盛さん、玉はまだ残っとるかよ、一発残っとるかよというセリフをぶつけた。その点でいくと、中今さん、弾はまだ一発残っとるがよ。とぶつけてやりたい。沖縄の風土も本土の風土も、海も山も空気も風も、すべて国家のものではありません。そこに住んでいる人たちのものです。辺野古もしかり、勝手に他国へ売り飛ばさないでくれ。まあそうは言っても、アメリカにも良心熱い人々はいます。中国にもいる、韓国にもいる。その良心ある人々は国が違え同じ人間だ。皆手を結び合おうよ。尾長さんはきっとそのことを実行してくれると信じてる。
お。今日来てる皆さんもそのことを肝に銘じて実行してください。それができない人は沖縄から日本から去ってもらおう。甚だ短いけど終わり。